トロブイログ、リリです。少し忙しかったので、動画作るの久しぶりです。さて、今日の動画は、キックスターターで支援を募集している、カートリッジリーダーの続報と、使い方についてまとめてみました。なんでも、工場生産が決まったんだって。それでは行きますよ。キックスターターで支援を募集していたカートリッジリーダーですが、この数日の間にいろいろと進展があったみたいですよ。まず、目標金額だった150万円を達成、ファンディングは正式に決定しました。そして、赤、白、青、黄色、紫、5色の PCB モデルを各色限定20台でリリースされることが発表されました。さらに、産経電機工業にて生産を行うことが決まったんだそうです。このことにより、ハンドメイドで150台限定だったプロジェクトですが、台数の上限はなくなったそうです。注意していただきたいのは、限定カラー PCB のモデルは、納期が2022年になるかもしれないということです。ハンドメイドより、工場生産の方が品質は良さそうですよね。手作りだと意識が朦朧としてミスしそうだもん。はい、ここからはカートリッジリーダーの使い方を解説していきますね。まずはカートリーダーの開発者サニーさんによりファームウェアバージョン 6.6 がリリースされていました。このバージョンではネオジオポケットの互換性向上など、ご覧の通りのいくつかの機能向上が行われています。開発者の方々には感謝しかないですよね。更新は私もやってみましたが、とても簡単です。まず、バージョン 6.6 のデータをダウンロードして回答。そして、回答したデータ内にあるSD カードフォルダーの中身をカートリッジリーダーで使う SD カードのルートにコピーするだけでした。簡単だけど、知ってる、知らないでは不安感が解消されます。次にゲームカートリッジの差し込み場所です。この図の通りで、奥の赤い場所はスーパーファミコンとファミコン。青色の部分にメガドライブ。黄色がニンテンドー64。前方の緑部がゲームボーイ、ゲームボーイアドバンス。隣の茶色が SD カードです。電源スイッチは左側面で、電源はマイクロ USB で取ります。最初、私はスーパーファミコンのカートリッジを中段に挿して、読み取れないって悩んでましたよ。はい、ここからは右側面にあるスイッチの説明です。各々のスイッチにどんな機能があるのかは私にはわかりませんけど、重要なのはコンソールごとに設定が必要だということです。まずはスーパーファミコンですが、右側面のスイッチを手前から右、左、右、右とセットします。次にファミコンです。ファミコンのカートリッジを読み込む場合は、右側面のスイッチを手前から左、右、右、右です。ただし、ファミコンのカートリッジを読み込むには、アドオンで購入できるアダプターが必要になります。あと、ちょっとめんどくさいみたいですね。私はめんどくさいの嫌いです。次は、任天堂64。右側面のスイッチを、手前から、左、右、左、右、です。これは、覚えやすいかもですね。次に、ゲームボーイです。
カートリッジは前方側で下向きに差し込みますよ。右側のスイッチは左、右、左、左です。ゲームボーイアドバンスです。ゲームボーイと同じように前方、下向きにしてカートリッジを差します。スイッチの設定は全部左です。これも覚えられるかも。最後はメガドライブとマスターシステム。右側面のスイッチを右、左、左、左とセットします。これでスイッチの設定は全部説明しましたよ。スライド作るの結構大変だったんだからね。それでは実際に吸い出ししてみましょう。早速逆に入れようとしてる。前半で説明しているのにすぐに忘れる。カートリッジを挿したら次にすることは、そうです、右のスイッチをセットしましょうね。そしたら電源を入れます。LCD の手前にある左のボタンを押してゲームボーイを選択します。右のボタンで決定です。次にゲームボーイアドバンスを選択して決定します。正常に読み取れていますね。決定ボタンを押してリードロムを選択します。これで吸い出しが開始されます。吸い出し中はこんな感じで LED が点滅しますよ。終わったみたいですね。終了すると LED は点灯に変わります。今度はセーブデータを吸い出してみましょう。さっきと操作は同じです。リードセーブを選べばカートリッジ内のセーブデータが取得できます。これは吸い出したカートリッジリーダーの SD カードの中身です。コンソール名のフォルダーが自動的に生成されて、ロムとセーブと名前のついたフォルダーがその中にあります。この中に吸い出したデータが格納されます。撮影していませんが、ゲームボーイとスーパーファミコンも吸い出ししてみました。オープニングではカートリッジで起動しましたが、今度は吸い出したデータで起動してみましょう。また上下がどっちなのかわからないの。このゲーム機はゲームボーイアドバンス互換機のレボ K101 プラスですよ。カートリッジリーダーで吸い出しに使った SD カードをそのまま差し込んで読み込んでます。
ちゃんとセーブデータも読み込んでいるのが確認できました。セーブデータは、機種によっては拡張子の変更や、保存場所が特殊だったりする場合があると思うので、自分の環境に合わせてカスタマイズしてくださいね。紹介いたしました。支援した人は到着するのが楽しみですね。それではまた次回の動画をお楽しみに。それとチャンネル登録よろしくね。バイバイ。